ちらはタウンセキュリティという展示になっておりますが、具体的にどういったものを展示されているんでしょうか。はい、もともとカメラ、はい、非常に高画質なカメラが入っているものなんですけども、うん、はい、それにプラスですね、そのカメラの映像をですね、記録するハードディスクが内蔵されているっていう商品です。今までですとやはり映像を記録するレコーダーって記録機器があるんですけど、はい、そこまでこう配線を引っ張っていかないといけなかったので、例えば道路の向こうにこう、はい、カメラをつけるという場合でなかなかその配線の工事が難しいと。そうですよね、はい、いうことがあったので、はい、これですともう電源だけ、はい、AC の電源だけ用意していただければですね、もう電源が入ればカメラの監視記録も全てスタートする、はい、なるほど。で、後で何かあればパソコンを持っていただいて無線LANでこうデータが落ちてる、はい、で高再生度がこういう形で確認されるという商品になります。一番こういう綺麗な最高画質で、うん、1秒間に15枚っていうかなり細かいフレームレートで記録しても1週間以上は記録できます、はい、なるほど、かなり長時間の録画が可能なんですね。はい、ちょっと動かしてみます、はい、このクオリティでだいたい1週間以上。ちなみにこの記録のメディアっていうのは交換が必要なんですか？いえ、これは全く交換必要ございません。非常にそういう意味では信頼性の高いメディアを使っていますので、はい、ハードディスクのようにですね、衝撃与えたら弱いとかそういうこともございませんので。なるほど、大丈夫です。じゃあもう半永久的というか、はい、商品としては交換することはまずないと思います。なるほど、はい。さて、こちらはまた先ほどのものとかなり似てはいるんですが、どういった違いがあるんでしょうか？はい、こちらですね、参考出品とさせていただいてるんですけども、はい、タウンレコーダーのスタンドアローンタイプにですね、3G Wi-Fi のモジュールを載せまして、こちらから映像データ、故障検知等のデータをですね、クラウドに載せて、それでパソコンやスマホに配信するというような、参考展示となっております。なるほど、では情報が今度は手元でスマートフォンで見ることができる。はい、そうですね。なるほど、画期的ですね。こちらスマートフォン一つ参考させていただいています。もともとこちらタウンレコーダーにはですね、 GPS 機能があって、このように位置情報をマップ上に表示する機能があります、はい、で実際今回表示しているカメラですけども、このようにマップ上に表示されてまして、はい、特に東京のデータですね、こちらにクリックすると、はい、今回の東京の映像がこのように表示されます、はい、カメラの映像がですね、クリックするとこのようにサムネイルで表示されます。なるほど、これはここのカメラということですね。そうですね、うん、さらにここでサムネイルを確認した上で、はい、ここをクリックしていただくするとですね、はい、映像が切り替わって、ここのクリックした部分に拡大映像がライブ表示で表示されるという。なるほど、かなり詳細でクリアな映像をここでもう手元で見ることができるんですね。そうですね、さらにこの機能には、追加がありまして、はい、ただライブ映像を見るというだけではなくて、この全体の表示で見た状態でここで機器に異常が発生したとします。こちらアラーム表示なんですけども、こちらを、クリックしますと、こちらの表示にですね、このように出ましたね。はい、アラームが発生しました、詳細情報を確認してくださいと表示があります、はい、この表示を受けるとこのようにカメラが赤く点滅しだすという状態ですね。ではこの表示を見まして、じゃあ実際に点滅しているカメラをサムネイルでクリックすると、そのカメラの映像を表示して確認しに行くことができる。その他にもですね、システムログや動作ログといったログ表示なども、はい、このクラウドを通じてですね、確認することができるというような展示になっております。なるほど、もうこの映像で撮ったかなり大量のデータがこの手元で一気に確認することができるわけですね、はい、そうですね、パソコンや携帯など の、 お客様の手元に近い状態で、はい、いろんな機器の状態等を見れるという意味で、はい、非常にいい展示なのではないかなと考えております。なるほど、さてこちらの展示はどういったものを展示されているんでしょうか？こちらはですね、はい、ネットワークのカメラとレコーダーの展示になるんですけども、フル HD の高精細映像と H.264 の動画圧縮方式を使ったタイプになります。新たな新商品としまして、こちら の、 旋回タイプのカメラですね、はいはい、これが屋内用のタイプと、一番こちら端になります、これが IP66 の屋外タイプの、
PTZ カメラになります。こちらのカメラですね、あの光学30倍 の、 あのズームレンズを持ってまして、はい、まあ、非常に、高倍率な映像を撮影することができます。こういう形でですね、あのクリックしたところをですね、中心に動くような制御ができまして、はい、あとズームしたいところですね、ぐーっとこうするとそこに、まあ、一気にズームすると、すごい、でこれが、まあ、光学30倍ですね、まあ、かなりあの 100m ぐらい離れたところで出るとですね、駐車車両の、まあ、ナンバーなんかが見えたりとかいうようなことができます。なるほど、もう被写体はかなり遠くにいてもこれだけ鮮明にはっきりと写すことができるということなんですね、はい。まあ、具体的にどういったところで使うことを想定されてるんですか？多くはですね、まあ、マンションでありましたり、まあ、商業施設でありましたりとか、あと、まあ、屋外なんかですと、まあ、広いところの外周を見たりですね、とかっていうのにも使えるというふうに思っております。さてこちらはどういった展示になるんでしょうか？こちらはですね、はい、HDSDI という同軸を使ったシステムになります。はい、で上の方にカメラのラインナップがございまして、はい、一番左の回転するコンビネーションカメラというものと、はい、一番右の屋外用ですね、うん、というのが今回1月に発売になりました。で真ん中にある固定のカメラは、はい、箱型、ドーム型、屋外型というのは昨年発売したのに加えて新たに、コンビネーションカメラがラインナップされたということになります。今までは固定のところしか映せなかったのがですね、決まった位置に、映像をプリセットしておいてそこに向けるとかですね、あとお客さんによってはその場で操作したいということで、こちらにありますジョイスティックを使ったコントローラーで操作することが可能になります。例えばですね、画面で見ていただくとあらかじめポイントのところにセットしていただいたところに、はい、見ることができますし、はい、固定でずっとズームアップをしていけばですね、そこに合わせるといったことで、はい、細かいところまで見ることができます。でまた違うところにセットしておいたままと、セットしてもらったところに、はい、一瞬にして持っていきますので、その回転速度っていうのも今回の売りになってまして、かなりスピードが速く、はい、ズームすることが可能になります。確かに一瞬で切り替わりますし、切り替わった瞬間からこの鮮やかさで、そうですね、表示されるっていうのは、はい、すごくいいですね。あとやっぱり画面が非常に綺麗でしてですね、はい、細かいところまで十分見ることが可能になってます。あと、まあ、はい、メインにも置いてあります16曲のレコーダーということで、はい、従来、2曲、4曲というのがございまして、それに加えてですね、近日発売ということで16曲と8曲を新たにラインナップとして加えた、形になります。なるほど、ね、はい、16曲というのはこう16画面一気に見ることができるという、そうですね、一度にライブ感覚で見ることができると。しかもそれぞれがかなり鮮明なんですね。そうですね、リアルタイム見ることができますので、今ジオラマをちょっと走らせてますので、はい、ちょっと見ていただけるとですね、はい、1画面にして見ていただくと、はい、これだけ鮮明に見ることができる。本当ですね。でこの綺麗なままこのレコーダーに録画されているということになります。今までアナログを使ってたお客さんで、同軸のこの配線を使ったですね、はい、システムをリニューアルをする場合なんかですと、延長距離もですね、このリピーターっていうのを使いましてですね、はい、最大 600m まで伸ばすことが可能になります。具体的にどういったところでこれは採用されているようなモデルなんですか？はい、ですね、今回新たに市場向けということで、はい、横にございますようにですね、高速道路であったり、鉄道の市場、まあ、これもホームとか、あと走ってる電車なんかもあります、はい、他にですね、こちらにあります一番大きな市場と しましてはマンションとか、はい、店舗、こういったところに、今までアナログで同軸で引いていたような市場に新たにリニューアルに入れていただいたり、あと新店舗なんかを構える場合にですね、こういったシステムを組んでいただけると非常に鮮明な画像を録画することが可能になります。確かにこれだけ鮮明だったら安心安全ですね。そうですね。さてこちらは大きなモニターが展示されていますが、はい、これはこう上空というか上から撮ったものなんでしょうか？そのように見えますけども、こちらはですね、はい、6台のカメラの映像を合成してこういった映像を作っています。6台のカメラの絵が合わさって今上から撮っているように見えている。そうですね、一つ一つのカメラの映像をですね、変形したり回転させたりしてですね、マップ上に貼り付けていってるんですね。はい、
もうそうすることであたかも上から見たような映像が作ることが可能です。なるほど。では実際にこのブースの上の方についているカメラの映像を合わせて、はい、今上から見ているようになっているという、はい、どういうところで使われているんでしょうか。特にですね、たくさんの人が来るイベント会場ですとか、あとまあビルとかですね、避難誘導とかそういったことが必要な施設で提案しています。はい、見通しが悪いところを一望できるというのが特徴ですね。避難誘導だったりそういった時にパッと見てすぐ分かるっていうのはとてもいいですね。そうですね、避難誘導とかですね、やはり迅速な対応が求められますので、まあ、そういった場面でですね、誰でもパッと見て分かるというのは一つ大きな価値かなというふうに考えております。なるほど。わあ、すごい技術ですね。はい、でまあ、この画面上でちょっと気になった場合はですね、はい、マップドスコープという機能がございまして、はい、このようにマップ上をクリックしますと、はい、カメラが動きます。こちらにこのクリックされた場所が映し出されている、はい、上から概要を見てその上で近くはこの旋回カメラで見るということになります。例えば、まあ、この辺りにちょっと怪しい人がいるとか、何かぐつっと止まってる車がいるとか、まあ、そういった場合にですね、ズームアップしてそのナンバープレートを見るですとか、顔をはっきり確認するですとか、まあ、そういったことでそれで警備員をそこに派遣するですとか、そういったことに活用できるかなと。それがもうワンクリックでできてしまう。そうですね、はい。さてこちらにも大きなモニターが設置されていますが、はいはい、こちらはどういった展示になるんでしょうか。これはですね、IP ネットワークを使った遠隔監視システムになります。で、遠隔監視システムには3つのキーワードがありまして、はい、1つは覚醒放送で、1つは映像監視で、もう1つはコミュニケーションの通話システムになります。この3つのシステムを統合的に一元管理しているのがこのソフトウェアオペライン5になります。この3つのことを実現することによって、はい、防災とか防犯とかのシステムに使うことができます。でここでは、はい、防災システムを一応展示していますけれども、うん、一応防災でどういう使われ方をするかというのをちょっとご紹介します、はい、まずは、まあ、災害が起こった時に覚醒放送するんですけれども、うん、まあ、避難誘導放送ですね、うん、でこれをやってみます、はい、実際に、放送する場所ですね、例えば公民館、はい、公民館を選びまして、はい、放送をかけます、はい、ね、こちらからスピーカー、聞こえてますね。でこれによって災害放送が出ます。でその時にじゃあ人住民の動きはどうかというと、こちら側で、例えば公民館で人の住民の動きがここで分かる、はい、あ、なるほど。放送した場所で何が起こっているかというのが分かります、はい、でこれで監視します、はい、で例えば公民館の中に、避難所なんで、まあ、こういうインターカムシステムもあるとします、はい、そうするとここの情報を、センターで、聞くことができます、どうされました。公民館ですけれども、ただいま機材が不足しておりますが、必要をお送りください。わかりました、すぐに参りますといったようなコミュニケーションが取ることができます、はい、災害が起こった時に放送、映像監視、コミュニケーション、この3つのソリューションをこのソフトウェアで実現することができます。なるほど、はい、もう一つのポイントとしては位置情報なんですけれども、はい、どこから読み出されたかということが分かる必要があります、ね、はい、だからこれトータルですることによって映像であるとか、あとインターカム、あとスピーカーがどこにあるかというのがここで一元に分かることによって全てコントロールができます。例えばインターカム、はい、あ、はい、今電話のマークがついてますね。電話も出ましたよね、はい、でここで、まあ、見ることによってここにカメラがあった場合、この人の顔がここに映ることになりますので、はい、これができるんですよ。通話だけじゃなくて誰が言ってるかというのが確認をしながらできる、これが統合しているという意味です、はい、全てここで手に取るように分かるわけですという状況です。でかつこの人の動きが見たいといった場合は、はい、実際この操作をすることによって、はい、その人を直接見ることができる、はい、ズームも可能という、はい、ズームも可能ということになります。でこの状態で監視しながら放送をかけたりコミュニケーションを取ったりして災害に対応する。なるほど、もうもはや遠隔地にいるとは全く思えないような、そうですね、全てがここで集約できるという状況。なるほど、
映像に音声だったりあと通話機能があるそういったことがこう全てまとまってできるっていうのがやはり強みなのかもしれないですね。そうですね、自社が持っているその3つの技術が全てこの1つにまとまるそれがまだ力になっているというのが大きな強みだと思います。で、あの防災防犯というの今の時代に必要な機能が全てこれに兼ね備わっているのも大きな強みだと思います。